機動戦士ガンダム UC エンゲージ。私のライバルだ。ここで爆発したら地球は汚染させられる。アムロ、地球上に残った人類などは地上ののみだということがなぜわからんのだ。アムロ、これ以上はやらせん。
っちだって負けちゃいないはずだ。私の勝ちだ。今計算してみたが、アクシスの後部は地球の引力に引かれて落ちる。貴様らの頑張りすぎだ。ふざけるな。たかが石ころ一つガンダムで押し出してやる。バカなことはやめろ。やってみなければわからん。正気か。貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。アクシスの落下は始まっているんだぞ。ニューガンダムは伊達じゃない。やめてくれ。こんなことに付き合う必要はない。無理だよ。みんな下がれ。ダメだ。摩擦熱とオーバーロードで自爆するだけだぞ。もういいんだ。みんなやめろ。結局遅かれ早かれこんな悲しみだけが広がって地球を押し潰すのだ。ならば人類は自分の手で自分を裁いて自然に対し地球に対して贖罪しなければならん。アムラ、なんでこれがわからん。離れろ。ガンダムの力は これはサイコフレームの教室。人の意志が集中しすぎてオーバーロードしているのか。なのに恐怖は感じない。むしろ温かくて安心を感じると。何もできないで。そうか。しかしこの温かさを持った人間が地球さえ破壊するんだ。それをわかるんだよアムロ。分かってるよ。だから世界に人の心の光を見せなければならないんだろう。ガラースーンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ。そのララを殺したお前に言えたことか。お母さん、ララを。わまったく、エアルさんが本当
理にフィア、いきなり大きな声を出さないでください。今日は新しい人が来るから楽しみにしてたのに、抜け駆けするなんてひどいよ。誰がナビゲーターになるかはご本人様が決めるのがこの施設のルールのはずです。そうでしたね。ではこうしましょう。これから私たち3人で交代で施設を案内しましょう。そして最後に誰をナビゲーターにするか決めていただくというのはどうでしょうか。それならいいかな。私は賛成。勝手に話を進められているのは変わらない気がしますが、それであれば私も異論はありません。ではそのように。はじめは誰が案内します？ここはやはりすでに顔見知りの私が。はいはい、私が一番。では私は2番手を務めさせていただきます。ああもう分かりました。それでは私が最後ということで。それでは後ほど失礼いたします。マリ、くれぐれも失礼がないようにね。では失礼します。それじゃあまずは私が案内するよ。遅れないようについてきてね。とその前に、私の名前はマリ・プリザーブ、マリちゃんって呼んでね。じゃあ改めて出発。
宇宙星人の物語を見に行こう。ちゃじゃーん、到着。ここが宇宙星人。
ペースコロニーサイドセブンに侵入したジオン軍の偵察部隊は、連邦軍が極秘裏に開発していた新型モビルスーツガンダムを発見した。トレーラーに横たわる機体を破壊しようと試みるザク。しかしガンダムのコックピットにはサイドセブンの少年アムロレイの姿があった。アムロのとっさの操縦によって目覚めるガンダム。ついにガンダムが大地に立つ。
利することでプレイヤーランクが上昇していきます。またバトルには必ずミッションが設定されています。ミッションのクリア条件を達成することで様々な報酬を追加で得ることができます。頑張りましょう。ミッションはクリアするまで何度でも挑戦ができます。編成やモビルスーツの変更など試行錯誤を繰り返して全てのミッションのクリアを目指すのがいいかと。バトルでの入手やミッションをクリアすることで報酬も得られる。報酬といたしましてはモビルスーツの強化に必要な通貨や素材などとなっております。さて私の説明はここまでですね。エアリさんに引き継ぎます。後ほどお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼いたします。ここからは私エアルが再びご案内いたします。お二人の説明大丈夫だったでしょうか。大丈夫だったならいいのですが。おっほ、では案内を続けますね。先ほど入手した素材でモビルスーツの強化を行いましょう。改造パーツをつけることでモビルスーツの性能を上げることができます。強化を繰り返せばより難易度の高いミッションや手強い敵とも戦えるようになりますよ。それでは次に実績を受け取りに行きましょう。ここでは設定されている課題をこなすことで様々な報酬を受け取ることができちゃいます。実績報酬を一括で受け取りましょう。
ちの奇跡を見せてやろうじゃないか。
ターの確認。ご説明いたします。こちらでは部隊の編成、所持しているモビルスーツやキャラクターの確認が行えます。Oh, dear.